で、草履は新しくしないか。じゃないと古い草履はカパカパ外れるから危ないって。だけど草履と襟と髪の毛だけはね、髪だけはね、サムシングニューで新しく新車だったら、はい、あとのはね、あの譲り受けた着物で十分ですよっていう話です。はい、ということでね。で、大体ね、今度はね、柄が大きくなってきとっちゃう。まだ、本当に昔のおばあちゃんぐらいの着物でも、ですよね、綺麗に立派なものやったらね、全然もう、そう、だから新しいのとにかくこれ襟なんよ。うん、新しいの襟と、うん、だけん1枚こんな感じで取っといて、はい、真面目なのとこうね、あ、なるほど、はい、いろいろ取って取り比べてもいいやないね。私たちが成人式の時は無地に一輪の大きな花とかが流行ってたんですよ。私それあの流行ってたから好きだったんですけど、うんうん、母がもう反対、もう母が仕立ててくれたやつ、もう準備してるやつがあるからって、うん、けど後で思えば、うん、あ、そっちの方が、あ、そうね、うん、よかったです。でもね、こんなの選び選んどんじゃったらね、どうかしたら結婚してまだね、子供ができん、そのだね、うん、うん、はい、まだ、うん、うん、あの新妻さんってもおかしくない、うんですね、全然おかしくない。でもこれもうちょっと明るくした方がいいと思う、成人式なら。もうちょっとピンクとか持ってきた方がよくない、これは。なります ね、 ね、これはもうちょっと、もうちょっと若さを、これは個性的やけんさ、個性的ですよね。うん、そうやね。もうレンタルで1回だけって言ってもね、まあまあちょっとそれは勇気がいるね。逆に言えば大人になってから、その何、ヨーロッパとかに行くのにね、自分が好きに来ますとか言うとやったらこちらもけど、なかなかちょっとこっだけ髪の毛はこんなふうにはせんよ、もうさすがにね。大人になってからかな。けどここをさ、ドットで持ってきて、こっちストライプで持ってきてめっちゃファッショナブルなのね。ここね、そしてまたいいよね、あの 草間彌生さん会みたいな感じだよね、うん、いやいや、それはそれでありはありやね、うん、けどまあ個性的やね。個性的ですよね。ちょっとこれし、これは勇気、もう私ガチャガチャに見えない、これはないな。あ、でもとにかくね、こんな風に寂しい場合、そう、うん、寂しい場合は持ってくる、こんなすっきりした場合は持ってくる、うん、だけここまで持ってこないけど、この襟はこれにはある、うん、ちょっとここやね。だけまあ、あの、どれを持ってくるかはちょっとね、それぞれやけど、でもそげいながらもやっぱりさ、可愛いよねこっちの方が、うん、冷房も今ありですか、この麦わらとか。いやだけ、ね、なん、あ、今ねこ、あ、これが、これが抱え帯帯よ。これ抱え帯、ほら、あちこちにあるやつ。はい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 、これ抱え帯よ、うん。なので、これとこれの色を合わせたりしたら、こんな感じで、ね、もうあれよ、その、成人式に着るんではなくて、もう、ちょっとお出かけの、うん、もう振り袖じゃなくてもいいと、これ。小物でもいいと。ほら、あの、お花見の時とかにおっしゃったよね。はい、はい。っていうような感じで、遊ぶ分には全然、うん、これはないな、癖、棒、こっちはあるけど。そっちはあるけど、でも成人式とかではない、それ、まあまあそうですよね、それはあくまでも遊び、うん、あくまでも遊び。だってもう髪型がうまくまとまってない時さ、そっちの方が助けられるとかやるよね、もうこっち逃げますよね、かぶっときゃいい、かぶっときゃいい、うん、でなおかつこんな感じだけどさ、悪くない、あの使い方によっちゃ悪くない、その TPO によっては、うん、でもそのきちんと固定してください。はい、はい、あ、どうもどうも、うん、はい、あ、よかったよかった、ちょうどこんにちは、本日お買い物ありがとうございます。あ、それとですね、はい、査定ですね、あのさっき一応ちょっとは、あ、どうもこんにちは、みずほ姉ちゃん、あのものすごく気にかけてくれ